順路、順路、順路、いい、この通り行ってみましょう。え、パンタ？あれない、三品茶。あ、これこれ。三品茶。これ。三品茶。これは、あの、沖縄にしかないから、これに飲んでください。しかも、まずい。シュレーモン1。シュレーモン1。はい、飲みますかね。なんとかも。感じが分からんけど、なんとかも。あの、今人がおるとこがあれやったのかな。ちょっとアップ、ズーム、ズーム、ズーム。これ、これが城があったんかな、この上に。ちょっとよく分かりません。それで、二つ目の門。漢字が分かりません。なんとか門。なんとか門。シーサーがいます。シーサー。両方にシーサー。シーサーです。足場が組まれてますね。順路ってないの？順路。順路。順路通り行ってみましょう。これも門かな。これも門やね。また門です。何門か分かりません。漢字が全く読めません。あ、そうです、多分ここから先は思い出ないな、これですね。テレビで見たかも。そしてまた門、はい、続いていってみましょう。広福、ほら、有料やね。だけでしょ。ほんまは、入場券買います。あれは何？先行っときます。え？発券所で入場券買いましょう。400円です。400円。大人400円。安い。はい、発見されました。じゃあ行きます。あ、これも C さん、 C さん、C さん、ああ残念、めっちゃ燃えてます。完全工事中です。ここにもともと建物があったんでしょうか。残念ながら燃えてます。
完全に城跡化されてますね。なんかわからんけど残骸かな。残骸っぽくあります。最低か休みかな。被災した正殿の赤瓦で、被災した正殿の赤瓦使ってますね。龍の残骸のようですね。もともとヒゲ、ウロコ、礎石。残念ながら龍も、これはたてがみ壊れてしまっています。これは結構高級なシーサー、そういったもの、茶碗とかね、お箸とかあります。こんな感じ。お、マスクも売ってます。マスク時代、時代やな。マスク朝の展望で行ってみましょう。湯屋、こちらは湯屋、お風呂のようです。浴室、これかな、これ、ここが風呂やり、多分これがお風呂の跡かな。分からんけど、多分
快適そうです、ね、快適そうです。かなり深いけどな。これがお風呂やったよね。親の形見の鉄工所でオイルフェンスの機械を作る日本全国据え付け工事夜はネオンの街へと消えてゆくあよいしょ俺は